アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。毎日動画投稿しています。毎日動画投稿系ガンダムオンライン実況プレイヤーです。先ほど連邦軍ちょっとね、最近忙しくて久しぶりにまたなんかもうガンオンやるとき毎回久しぶりっていうのなんか うざいとうざくないかなんかうざいよね、うん、だから今日はちょっと休みなので水曜日なんですけど休みなので2000ガン連邦とジオンをやります。まあ先はね連邦軍で、ね、もうエテポンゲの指示通りにねみんな動いてくれて圧倒的な勝利をすることができました、うん、今回はジオン軍を勝利に導こうと思います。汚い手しか使えないお前はもうパワー負けしている。で、今回はこのジャスの、使い方を皆さんにご紹介しようと思います。はい、まだ僕の、ガンダムオンライン勉強系ガンダムオンライン動画でまだ使い方をね紹介していなかったので今回はこのザッの、使い方を皆さんに教えようと思います。はい、やっぱ僕の動画をね待ってる人がね多いので、うん、エテポンゲさん早くザッさん使い方を教えてくださいっていうツイッターでいっぱいそういうのも寄せられてきているしコメントでも早くエテボンギさんガンダムオンラインのジャズの使い方を僕分からないよっていうコメントがいっぱい来ていますのでね、今回はこのジャズの使い方を、皆さんにお教えしようと思います。あまり戦場ではね正直見かけません。はい、なぜかというとちょっとここから15分ぐらい、ズアスの、説明、機体の説明を行いますのでね、飛ばさないで聞くようにお願いします。まず、このズアスの、装備の機体というか、じゃないな、武器カスタマイズ、このソロタルの、本来、ズアスの、ここにね、つながり、アニバーサリーブーストエディションっていうのがついておるんですが、まあ、そいつを装備することによって、ブースト容量を格段にアップさせることができます。まあ、体感でいうところのブースト容量約 10秒はちょっと言い過ぎなのですが、うん、5秒ぐらいは確実に長くなる、うん、しかしながら大きな欠点がございます。その大きな欠点というのがブーストチャージですね。ブースト容量を増やすことによりブーストチャージが著しく落ちてしまいます。なので私はこのジャスの、アニバーサリーブースターエディションは外しております。はい、これが分かっていない、ジャスユーザーが、多いですね。だから、倉庫版として、せっかくジャスの金図が当たったとしてもやはり、戦場では使わない、うん、お飾り機体だというふうな認識の、ね、にわかガンダムオンラインユーザーたちが多いようですが、一度アニバーサリーブースターエディションを外してみてください。まあその他にもデメリットってのはあります。まず一つが今説明したブースト容量ブーストチャージによる、説明。もう一つ武装ですね、追加武装を装備できなくなるという、欠点がございます。アニバーサリーブースターエディションを装備しているとチャージビームライフルからのからの、アニバーサリーブースターエディションのバズーカーからの、ワンブグレードランチャー桜やつ弾 F というコンボにつなげることができます。連邦軍でいうところのホワイトディンゴキャノンと同じ戦い方ができるということですね。それが可能になるんですが、まあそれを差し引いてでもやはりブーストチャージというのは大事なので必要ございません。まあ、こいつの場合はチャージビームライフルを当て、ワンブグレネードランチャーを当てる。それだけで十分です。連邦軍の機体っていうのは非常に、装甲が薄い機体が多いので確実にこれだけの武装で相手をノックダウンすることができます。はい、こかしてしまえばもうこちらのもんですね。これがザスです。よろしいですか。今ついて
優秀な機体なのでね、ぜひともみんなには使っていただきたい。私のこのズラスは、フルマスター中華に72レベルです。はい、もうこいつは敵なしです。確実に4キルはできます。出撃させると確実に4キルはできます。そしてこれはなんかついでに抱き合わせで、当たりました。ドム高機動試作機です。こいつは正直ズセよりも強い。以上です。では、長々とお話ししてしまいましたが、早速戦場で使っていこうと思います。まもなく戦闘が開始されます。参戦ボタンを押してください。はい、参戦開始までの残り時間が10秒に変わっている。これは とても大切な情報だ。気をつけよう。ちょっとアイコス買いました。これで部屋を閉め切った状態でもタバコを吸えるという非常に便利なアイテムを入手しました。ちょっと今アイコスタイムなので冷やかさないでください。アイコスタイムに冷やかされるとマジで切れるよ、ほんと。アイコスしてる時ぐらいそっとしとけよ、切れるぞ。この人よく見るわ。この人よく見る。やっぱ朝方やるからよく見るわ。敵としても味方としても。勝手にパイロットカードを見ちゃうのコーナー。完全ガチ大規模勢、うん、あれだね、ちょっと D の方、ちょっと D の方が寄ってるけど、非常に平均的な良いユーザー、良いユーザーだな、うん。初動はケンプラーで出撃します。出撃する地点を選択してください。初動は、バトルエリアを気にせずに一気にまっすぐ、通過していこうと思います、うん。そして B 拠点を一発でも殴る。機体バランス補正完了。機体バランス補正完了。エテポンゲリハプリズム行きます。最近そのちょ、最近ね、そのアムロノートってのを実は持ってるんですけど、アムロノート、そのアムロノートがちょっとどっか行っちゃって、そのアムロ名言が、そのアムロのセリフ集みたいなのがね、あるんですけど、ちょっとそれが行方不明になっちゃって、わかんないんだよね。そんなアムロ、ちょっと届けこの思い。ワイの勝ちやで、マリスハン。今のはワイの勝ちやで。はい、初動、仕事できましたので、ここからは BA を、BA を中心に立ち回ろうと思います。この小さくまとまったボディ、もうしゃがんでいるやつと、その大差ない、この機体バランス、これがもう一つのメリットですね。よし、
ブーストアニバーサリーポットを、外したとしてもブースト容量はそこそこありますので、そこは気にしなくて OK です。やはり外すことが正解です。あとはチャージビームライフルを当てるだけ。このボディ、ボディ、今のは、高田社長のモノマネです。ちょっと、BA を完全に占領しました。やりました。あ、またほらマップ見てないというか、わあ、下がもうダメだこれ。あちゃー、下が完全にやられた。これは参った。ああ、助けるのが怖いのは分かりますよ。こいつは厳しい。これは、ああ、X が割られてしまう。あ、回収を優先して回りましょう。拠点を占領したよ。やりました。敵艦を破壊しました。厳しい。これは厳しい。はい。え、こけてる。やばい、やばいやばいやばい。ちょっと身を隠せ、身を隠せ。回収を優先してまいりましょう。割られた。何が何でも壊します。撃ち続けます。いるよ、まだいるよ、まだいるよ。上か、上か。回収を優先してまいりましょう。拠点を割ったぐらいで安心してんじゃねえよ。拠点を割ったぐらいで安心してんなよ。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。お前はよく。本部より報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。まあ結果として敗北してしまいましたが、ズサの使い方を、今回はねメインに、メインズサの使い方、ザザースの使い方が教えられたので満足しています。はい、皆さんもね、僕の真似をしてズサの使い方、立ち回りを、真似してやってみてください。はい、ちょっとあれだな、今回は、南不注意だったな。それだけだな。あれ、拠点を踏まれた時にすぐに、下拠点から